今日のお話は海辺,の古本屋海辺の小さな町にある古本屋を舞台に天使と夏の間だけ町を訪れる作家が織りなす本と手紙を通じた穏やかな恋愛物語というお話をします「潮風に吹かれて海辺の小さな町で年季の入った古本屋を営むマリア」。 彼女はこの店を訪れる人々に心の安らぎを提供する場所として大切にしていた店の中は海のそばならではの穏やかな潮風が流れ古い本のぬくもりが訪れる人々を迎える夏の訪問者夏の季節町には観光客が増えマリアの古本屋にもさまざまな人が訪れる。 ある日夏休みを利用して町を訪れた若い作家のアレックスが古本屋を訪れる彼は新しい作品のインスピレーションを求めて海辺の町を選んだというマリアとアレックスは本と文学への共通の愛情を感じすぐに意気投合する文学の交流マリアとアレックスの間で 古本とその背後にある物語についての会話が弾むマリアはアレックスに店のコレクションの中から彼が興味を持ちそうな珍しい本や地元の作家による作品を紹介する一方アレックスは自分の作品に込めた思いや書き手としての挑戦についてマリアと共有する2人の間には 文学を通じた深い理解と尊重が芽生える共同プロジェクトの提案アレックスはマリアの古本屋とその特別な雰囲気に魅了され彼女に提案をする街と古本屋をテーマにした短編集を共同で作ることだこのプロジェクトはマリアの古本屋に新たな息吹をもたらし アレックスにとっても新しい創作の挑戦となるマリアは自分の愛する古本屋が文学的なプロジェクトの一部になることに興奮し2人は協力して作業を始める思いの深まり共同プロジェクトを進める中でマリアとアレックスはお互いへの理解を深め やがて友情以上の特別な絆を感じ始める2人は長い時間を共に過ごし作品の議論だけでなく個人的な夢や過去についても語り合うようになるしかし夏が終わりに近づくにつれアレックスの町を離れる日も迫ってくる2人の間にはこれからの関係に対する不安と期待が入り交じる 別れと新たな約束アレックスの出発の日マリアは彼に特別な贈り物をするそれは彼らの共同プロジェクトとマリアの古本屋を記念した手作りの本だったアレックスは感動しマリアとの出会いが自分の人生に与えた影響を語る2人は離れ離れになることを悲しみつつも お互いい、の創作活動をを支え合い再び会う日を約束する。続く物語のページマリアとアレックスは別れを告げたが彼らの物語は終わらないアレックスは自分の作品を通じてマリアと古本屋の物語を世界に広めマリアはアレックスとの出会いが彼女の人生に新たな賞をもたらしたことを感謝している。 2人は定期的に手紙を交わしお互いの生活や創作活動の進捗を共有する距離はあっても彼らの心は文学と古本を通じて強く結ばれている時を超えた絆年月が流れマリアの古本屋は町の文化的ランドマークとなりアレックスの作品は多くの人々に読まれるようになる。 ある日マリアの古本屋でアレックスの新しい本の発表会が開かれ2人は久しぶりに再会するその日彼らは再び古本屋の魅力と共に過ごした夏の日々を振り返り文学が生み出した普及の絆に感謝するマリアとアレックスの物語は変わりゆく時代の中でも色あせることなく次世代へと受け継がれていく この物語は海辺の古本屋で始まった一期一会の出会いが2人の人生にどれほど大きな影響を与えるかを描いていますマリアとアレックスの旅は読者に対して出会いの価値と共有された時間がもたらす創造性の力を教えてくれます以上で海辺の古本屋の物語は完結しました。 次回の物語は回転寿司の隣席をお送りします。お楽しみに。